おはようございます。すごいですねこれね、竹でね。え、竹でね。これはあれですか、誰がお作りになったんですか。ここの、ここの、あの、実行委員会。実行委員会、もよしあげる。実際の実行委員会です。俺したいからおかしいの。僕らしましたって言われて。言われて。いや、わしがやりましょうって、わからないやんか。わからない。わからない。怒られる。いや、ずっと回ってきたけど、これおもろいな思ってね。あ、これいいですよ、うん、これ。これ21番。21番です。下から上がってきてるんですかね。これ上からずっと下ってきたんだけど。あ、そうです、はあ、まだずっと下まであるんですか。まだありますよ。ここ21枚ぐらい、もうちょっとあります。何件円ぐらい出てるんですか。え、この展示は何件ぐらいあるんですか。58ほどある。え、58ほどある。今までで100ほどあったんですけどね。あ、じゃあ減ったんですか。減ったんです。おお。じゃあもうこの通りだけで全部見れるんですかね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。これお姉さん、これ何を売ってはんの。何を売ってはんの、これ氷炭。氷炭でこれ、あの、あれかね、ひな祭りかね。そういうこと。おひなさんやから、ちょっとおひなさん書いたりね。これは、あの、お姉さん手作りね。誰あの、画家の方。え、画家の方。え、なんて書く。画家ですか、画家の方ですか。そんな違います。え、あの、趣味。え、趣味でこれやってやんの。うん、趣味。まあ、すごいですね。だからちょっとおひなさんやからね、ここ。はい、おひなさん書いたり、いろいろ。ということは、鷹取の方ですか。いや、違いますね。違うんですか。はい。そして、これを、あの、鷹取で来て、わざわざ展示してあるの。そうです、そうです。売ってるんですけどね。じゃ売っとるんですか、これ。はい。なるほど。1から10まで自分ですよ。これも自分で作ったの。あ、いい、これは既製品。え、これは違います。違うの。これまで作ったの。なんで。いえいえ、縫い組みなんかできませんか。いえいえ、簡単に。そんな足もこっちもこれは中なんか入れることできるんですか。いや、これは置物。置物で入れることできないの。いや、昔はね、お酒とか、はいはい、なんか言うはるけど、うん、これも作ったんですか、これ。これ。あ、それは陶器。自分で焼いたんですか。焼かない。これは焼く。うちはもうこの氷炭のみのみ。ああ、そうそう。いや、こうの飾ってあるからね。うん、焼き物もやってあるかと思ってね。陶器でね。はい。あの、七福神。七福神ね。うん。すごいね。お買い上げください。俺、趣味がないんやな、この趣味がな。あ、そこいうね。うん、わしは古墳周りしてるからな。古墳のやつのやったら買うで。うん。古墳は何かある古墳。古墳、古墳、古墳ないか。うん、ないですね。今ちょっと回ってきます。ありがとうね。はい、すみません。時間取りました。いいありがとう。これも売ってんの。あ、靴下ね、もうこれだけで。おお。もう何でもやってます。つくしとか、こんなんもやってます。何で、つくしと。ふきのとう、つくし。うん。いや。何でもや。すごい。で、福祉がこれ一箱で、あの、ワンパック200円から、うん、なんか取るだけも大変なのに。あとね、あの、うん、5000円ぐらいしときなはれ、1個。そんなにか売れません。こんなとこで5000円ぐらいしときなはれ。こんなとこで売れませんよ。いやあんまりも安いからびっくりしまんがな。ほな、また帰る夜ね、ありがとう。はい。